皆さんこんにちは。このチャンネルを長くご覧になっている皆さんは、私たちを取り巻く宇宙が一体どれほど巨大なのか、たびたび考え込んだことがあるでしょう。数十億の銀河と数兆個の恒星の中では、私たちの故郷地球はほんの砂粒のように感じます。でも、観測可能な宇宙は実際どのくらいの大きさなのでしょう。アインシュタインが私たちに示してくれたように、空間と時間は一体です。宇宙の距離は光年、つまり光子が A 地点から B 地点へ移動するためにかかる時間で計測されます。宇宙の年齢はおよそ138億歳。一番遠くにある天体の光が地球の観測者まで届くにはそれほどの時間がかかることになります。とんでもない長旅ですね。ただ宇宙が膨張していることも考えなければなりません。重力で結ばれていない銀河同士の距離はどんどん開く一方です。つまり太古の昔に光を放った天体は現時点では地球からさらに離れた場所にあるのです。つまり観測可能な宇宙は太陽系を中心とする直径およそ930億光年の球体というわけです。もう一度言います。930億光年ですよ。なんだか人生の存在意義について考えさせられますね。残念ですが、今のところ人類は最も近い恒星にすら到達できていません。私たちは奇跡のようなワープ装置を夢見るばかり。でも、こちらはトップランキングです。今すぐ宇宙で最も遠い天体を目指して不思議な旅をしていきましょう。と言ったらどうします?地球から数千光年離れた惑星を散歩したり、専門家でさえ望遠鏡でようやく観測できるような恒星を眺めたり、宇宙とほぼ同い年の銀河に行きましょう、と言ったら?さあ、準備はよろしいですか?それではシートベルトを締めください。出発進行!太陽系外惑星、スイープス11とスイープス04。現時点で存在が知られている太陽系外惑星はおよそ4000個。太陽以外の恒星も単独で存在しているのではなく、太陽と同じように複数の惑星に囲まれている、そう最近まで予想されていました。ですが、望遠鏡ではその様子を観測することはできていません。それもそのはず、惑星は恒星よりもずっと小さく、自ら輝くこともないからです。そのため、こういった遠方の暗い天体を探すために、専門家は間接的な方法を取ることにしました。その中で最もポピュラーなのが、トランジット法です。恒星の周りを公転する太陽系外惑星が、恒星面と地球からの観測者との間に入るとき、恒星の明るさが減少します。これを利用して、恒星の周囲に存在する惑星の数や質量、軌道を調べることができるのです。現在確認されている最も遠い太陽系外惑星スイープス11とスイープス04もこのトランジット法によって発見されました。どちらの惑星も射手座の方角天の川銀河の中心部にあり、太陽系から2万7000光年以上離れた場所に位置しています。この場所は天の中でも特殊な領域です。銀河の中心は明るすぎるため、そこに星があったとしても、通常なかなか見ることができませんが、スイープス11とスイープス04は、いわゆる、射手座アイウィンドウと呼ばれる珍しくクリアなエリアにあります。どちらの系外惑星も、主星に非常に近い位置にある巨大ガス惑星なので、ホットジュピターに分類することができます。残念ながら、これらの系外惑星がどんな見た目をしているのか、はっきりとは分かっていません。ですが、これほど情報が乏しいにもかかわらず、NASA から依頼を受けたグラフィックデザイナーは、この最も遠方にある系外惑星の姿を見事にビジュアル化しています。恒星イカロス。天にあまねく星々の中で最も遠方にある恒星といえば、生殖長巨星イカロスです。この星が輝き始めたのは、宇宙誕生のわずか40億年後。つまり、宇宙がまだほんの子供だった頃のことです。イカロスの光が地球に届くまでにかかる時間は実に90億年。
桁外れの大きさと太陽の数十万倍の明るさを持つイカロスですが、ある条件が整わなければ発見することができなかったことでしょう。こんなにも遠くにある星を確認できたのは重力レンズ効果のおかげだったからです。ここでもまたアインシュタインの登場です。彼が唱えた一般相対性理論により、重力とは時空の特性で、質量の大きな天体のそばでは時空が歪むことが分かっています。光の軌道は大質量天体のそばでは歪められます。それにより、時折大質量天体が強大な拡大鏡のような動きをし、背後にある小さな天体が見えるようになるのです。恒星イカロスもそうでした。地球とイカロスの間にあった大きな銀河団が、幸いにもルーペの役割を果たし、ハッブル宇宙望遠鏡がシャーロック・ホームズとなったというわけです。クエーサー、ウラス J1342+0928。さらに先へと向かいましょう。地球から290億光年以上も離れた場所です。私たちの目的地は牛飼い座。遠い遠い宇宙の彼方、ここは観測可能な宇宙で最も遠方にあるモンスターとも言うべきクエーサーが潜んでいます。ご記憶にある方もいらっしゃるでしょうが、クエーサーとは非常に明るい活動銀河核です。ほとんどの銀河の中心には超大質量ブラックホールがあります。ブラックホールに接近しすぎた恒星が崩壊するとき、大量の放射線が放出され、これがクエーサーの起動装置の役割を果たしています。最も遠方にあるクエーサーが持つもう一つの記録。それは、このクエーサーが最も遠方にある最も古い超大質量ブラックホールと関係しているということです。そのブラックホールの質量は、なんと太陽の8億倍以上。宇宙の年齢が現在の 5% ほどしかなかった頃に生まれたこのブラックホールは、天文学者の目論見をすっかり狂わせてしまいました。というのも、そのサイズは専門家の想定を大きく上回っていたからです。もしかしたら、ブラックホールの形成メカニズム自体を真剣に見直す必要があるかもしれません。そのためには、同じような古いクエーサーを他にも複数発見したいところですが、どうやらその謎みは薄そうです。このクエーサーを見つけるのでさえ、地球から観測できる空の10分の1をしらみつぶしに探す必要があったのですから。ともあれ、このクエーサーが地球から遠く離れていてよかったです。その周辺ではどれほどカオスな状態になっているのか、想像するだけで恐ろしいことです。GNZ11 銀河。遠い昔、遥か彼方の銀河系で。スターウォーズにこんなフレーズがありましたよね。これからご紹介する古い銀河は、遥か彼方にありすぎて、ジョージ・ルーカスの夢にすら出てこなかったことでしょう。それがこの GNZ11 銀河です。この銀河は、地球から320億光年も離れた宇宙で最も遠方にある天体です。この銀河は、思いのほか明るく、天の川銀河の20倍のペースで新たな恒星を生み出しています。GNZ11 銀河は比較的小ぶりで、天の川銀河と比較すると大きさは25分の1、質量は 1% しかありません。ですが、その年齢に免じて、この銀河に辛く当たるのはやめましょう。なんといっても、この銀河は宇宙で最初の星が輝き出したわずか2から3億年後に形成されたのですから。今回のランキングはこれでおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。では、さらにその先、宇宙の最深部を覗き見ることができたら、一体何が見えるでしょう。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の運用が始まれば、私たちはきっと GNZ11 銀河に匹敵するような新記録を打ち立てる天体を発見できることでしょう。ですが、私たちの調査には限界があります。結局は宇宙マイクロ波背景放射の最終散乱面という境界にぶつかるからです。宇宙マイクロ波背景放射とは、ビッグバンのわずか38万年後に生まれた宇宙最古の光だということを覚えていらっしゃるでしょうか。かつて超高温だった宇宙が冷えて透明になると光が宇宙を進めるようになりました。
そして今なお光の旅は続いています。宇宙背景放射が発生した場所、それが最終散乱面であり、私たちを全方向から取り囲むようにして存在しています。私たちはまるでスノードームの中にあるおもちゃの家のように、この領域の内部にいるのです。領域の内部では宇宙は透明ですが、その外側にある物質は当初のプラズマ状態を保っているため、私たちが見ることはできないでしょう。でもがっかりすることはありませんよ。だって私たちにはまだまだ調査を必要とする果てしなく広がる不思議な宇宙があるのですから。それではしばしのお別れです。またお会いしましょう。さようなら。